今日は、ビデオ信号を無線で送ります。ここにはカメラがあります。で、これが送信用のモジュールです。900MHz で、電波を送ります。で、現在無線モジュールにかかっている電圧は 10V です。で、このアンテナを通じて汎用品の受信モジュールです。ここにも 900MHz のアンテナがあります。で、あとは、テレビにつないで、その映像を見るわけです。こんな感じでビデオ信号が送信されております。送信モジュールの電圧は 12V ですが、10V ぐらいまで OK みたいです。で、現在はアンテナを、付属品のですね、アンテナを使っておりますが、 900MHz のパッチアンテナに接続をしてです。で、実際には、このパッチアンテナで受信を行います。